はいどうも皆さんこんにちは、ソバルトです。最近めっちゃハマってるアトラスやっていこうと思います。でまずね、アトラスのこと全くわからない方に、軽く説明していこうと思います。アトラスとは恐竜サバイバルアークのクリエイターが手掛ける MMORPG でございます。4万人以上のプレイヤーが同時に接続できるオープンワールドでは、海賊ファンタジー風の世界観をベースに描かれ、戦場での戦い、地上戦、工場戦やトレジャーハントなどを加え、モンスター退治なども楽しめます。でね、今回は中国チーターカンパニーと戦います。チーターをね、雇ってる中国のカンパニーがあるんですけど、そことぶつかって、戦争しようかなって思います。目標としては今回は奇襲作戦なので、船をぶったたきます。なぜこんな戦争が起こってしまったかっていうと、今撮影してるのが2019年1月11日なんですが、もともとは中国チーターカンパニーが我々に喧嘩を売ってきて、船とか拠点をボロボロに破壊されたんですよね。なのでもうそこからもう日本人が怒りをもうあらわにして、今から中国のチートカンパニーをぶっ潰しに行こうっていうことで、今回クンさんおよびマヤメルファリアさんのカンパニーの方にも協力いただいて、今回この日本人同盟が中国チーターカンパニーを打破するために誇りをかけた戦いを決行することにしました。で今回の作戦としては奇襲作戦です。完全に敵のチートカンパニーの船を全て沈没させます、連合も含めて。なので我々この作戦名を111奇襲作戦と名付けます。はい、出航出航出航。やべえな、マヤさんの方重装備すぎん。左だけど火力重視船だな、完全に。横火力最強みたいになってるわ。解放船に誰か来た。しかも一隻なんか超遅いの来てない？あれも一緒に来んの？あれも火炎放射線ですね。あ、後ろも火炎放射線と火炎放射号っていうのがお、敵船発見。今回あれを狙います。あの中国チーターカンパニーの船をぶっ潰します。プラスこの島周辺の連合軍っぽい船も全て落とします。今回完全に奇襲が成功するかな。あれ、砲広げてね。あ、砲広げてるわ。やばい、砲広げてる、砲広げてる。止めて、撃つ準備。正面大砲ありますね、気をつけてください。これ撃った方がいい。撃った方がいい。撃った方がいい。撃って。席外してます。あ、ガラティア突っ込みます。じゃあそのまま自分交代します。砲上げて。了解、フルオープン。あ、着弾。こっち着弾。修理できる人修理して。着弾後ろ側。いいよ、当たってるよ。修理して。侍くんとか。いよいよやれてる。穴開けてる。敵穴開けてる。ナイス。オッケー。もうこのままでいい。もうガラティアが今、なんか突撃した。ガラティア突撃した。ナイス。右側射撃。グーさん、これ止めた方がいいんじゃない？止めてやった方がいいんじゃない？止めてもいいよ。止めて。完全に砲撃しよう。これ、誤射張るんで。風矢をぶっ潰せ、風矢を。これが日本の力だ。誰か望遠鏡見える人で、これ、そこ壊れてる、これ。当たってるけど、どこが沈みます、こっち。やった、沈んだ、いいぞ、ナイス。我々、日本軍の勝利だ。アナウンスやめろ、その。行くよ、飛ばして。これ、完全勝利。いや、まだ陸に、まだスルーがいる。あ、スクーナが一隻あります。根絶やしにするか。上がったぜ。スクーナ一隻？スクーナか、無理が、わかんない。オッケー、ゴー。オッケー、上げて。ほう、フルオープンにするよ。スループ、進んでます、スループ、動き出しましたよ。次のスルーパーでね、逃がすな。逃がすな。3人ぐらい。アジャックス動かない。アジャックス動かないじゃねえ。アジャックス、ぶつかっちゃうから。2名から3名です。逃がすな、逃がすな。まだ止めない？結構近いよ。俺らに
俺らにあったコミュ力というか火炎放射線強いぞ、あれ多分火炎放射線いったぞ、頑張れ、いったぞ、ナイス、やばい、ぶつかってる、止めて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 止めた方がいい、ぶっちゃダメじゃん、止めて攻撃止めて攻撃、火炎放射線に、ま、任せましょうか、これをもう任せよ任せよ任せていこう、ゴーゴー、ほうほう、ほう下げて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 、いくよ、いくよ、拠点にできます、ナイス、やるね、ナイスです、はい、ということで現状報告していこうと思います。まず111奇襲作戦成功しました。潰したフーヤの船はブリガンテ1隻、スロープ2隻潰しました。で、今現在行っている作戦が掃討作戦ですね。この島周辺にフーヤ TV の船が残ってないかの確認と、連合軍がいないかの確認をしております。まあ石台ね、石台同じように船を沈めていこうと思ってます。敵のスクーナーの戦場に3人いますね。ドロール発動してる。あ、じゃあ俺も船見えた、船見えた、あ、MKK のガレオンか、あ、やばある、ある、ある、あ、いや、俺らが見たやつだ、でけえなガレオン、行くしか、行くしかないんじゃね、これ乗ってくる、見てくる、フヤの仲間だったら攻撃する可能性あるっしょ、俺は潰したい、先に目つぶ、正面の打ちます、潰すか、ガレオンの上、ガレオンの上ナイス狙って打ってもらいます、人一人しかいない、止めて、はい、止めて、アシさんも止めて、暗い綺麗な照明だ、祝いだ、あいつはトロール行為受けてるから今のうちだ、祝いだ、でも今結構眩しくて見えないかもしれない、明るいってなってる、明るい、あ、打ってきた、これ今撃てます、相手も登れ、撃て、敵が先制攻撃してきたからしょうがない、いや、あの正面だった、敵が、これ自衛行為だから、あー、小日本って悪口書いてるわ、小日本大日本やぞ、壊れてる、大日本帝国、オッケー、壊れた、穴開いた、はい、ナイスです、このままアジャックス、あとは時間ですね、アジャックス、最後に突っ込まないで、いいね、ガレオ捨てた、それでかなんか急に落ちたの、ガレオン捨てた、みんな陸に行っちゃった、あ、まあガレオンの時に行きましょう、4人、多分、あ、1人帰ってきた、え、なんか撃ってる、撃ってる、敵撃ってる、大体1回これ旋回した方がいいかもしれません、旋回した方がいい、これ撃てるようになってから、あ、めちゃくちゃ楽くなってる、めちゃくらってんな、結構やばいな、これ、あ、でも撃ってあげたわ、撃ってあげたわ、撃ってウンパメル撃たれてから撃ったわ、アジャックス突っ込みな、アジャックス特攻していいよ、あ、日本突撃してる、日の出よ、結構まずいな、マヤさんのところ、めっちゃ撃たれてる、とても結構ガレオンって撃たれてんのか、俺らスピード上げて、スピード上げて、修理、ガレオン直してる人、火炎放射線強えな、回して、ほう回して、反対側に来てください、あと修理、あと修理、誰かハンマー役も、ハンマーだと思う、砲弾撃ってるよ。火炎放射線が気をつけて、アジャックスに撃たないでね。あの、砲操作してくんない。砲誰も操作してない。火炎放射まだ届かないから撃たないでいい。はい、もうこれ以上無理。いや、あの、近づけます。大砲一回離れてもいいんですよ。多分大砲撃ってる射角に入んないんです。はい。きっと下でうろうろしてるぐらいか。はい、火炎放射そろそろ撃てるよ。多分、もうちょい。少し。まだ。後ろ閉めるよ、後ろ閉めるよ。いいね、多分届いてる。これ、砲どうする？砲止めて。砲止めて、前、砲止めて。めっちゃ漁ってる中で。いや、ごめん。砲5。後ろのも、サムライ君、多分撃てる。やっちまえ。焼け。やっちまえ。後ろから火炎放射線2体が、ボコボコ。やばい。火炎放射やべえな、これ。船底かなりぶっ壊してる。いいね、燃やしてる。ナイスナイス、いいよ。あ、持っていけない、これなんだ。ちょっとぐるっと回るよ。ルビー持ってるけど、重すぎて持っていけない。まあ、最悪後から。いや、持ってし、いや、残骸から回収しよう、これ。これが大日本の力だ。ナイス。イエーイ。大日本満載。よっしゃ。追撃。ナイスナイス。回収しようぜ、これ。回収しようぜ、なんか。あ、回収しよう。
沈む船の上に止めてもらえば多分全員でも俺は。まあ一人で。あれなんか。うおーすげえ。沈没船すげえな。あやばいこれ NPC 先に。ガレオン倒したこいつだから。NPC あれ。でもこっち向かってきてる。はい、ということで、なんとかね、111奇襲作戦プラス総統戦成功させました。結構やっぱりチーター相手だと難しいところ、戦争に勝てないことも多々あるんですが、まあ、今後もね、寝込みを襲っていこうと思います。まあ今後もね、このように戦争をたくさんやっていくんですが、まあ、よければね、皆さんちょっと戦争一緒に参加したいな、土木手伝いたいなっていう方がいたらね、よかったら概要欄から参加希望してみてはいかがでしょうか。ということで、今回この動画は終了させていただきます。おつー、バイバイ。